君の農畜生ストローク、モーソルのプライムです。さあ、今回もね、いつもの通り東京都なんですが、もうだいぶいろんな話やりましたね。えっと、普段の悪夢ね、他の選択肢も選んだんだけど、ちょっといまいちだったんで、また違うね、選択肢に行きたいと思います。入り口はこのファミツ保管計画ですね。はい。というわけでね、えー、ファミツの面接にやってきました。まあ、いつも通りこの3人なんですけれども。よく見たらみんな、メガネしてんな。 この選択肢によってね、分岐がどうやらあるらしいので、ちょっとね、えー、こちらを、えっ、ー、と、間違えないようにしていきます。バカタール、バカタールと。バカタール、バカタール。ね、質問をね。ふふ。 いやだよねこの改めて見てもやっぱ嫌だよねこの面接官 <laughs> 深刻だなはい基本的にだってこのだってバカでしょと基本的にバカな選択肢を選んでいきます 僕をバカだと思うのかなるほど、君は見込みがありそうだねと。本当にバカだった。やっぱ本当にバカだったのかまあまあ。ね。いいじゃないですか、バカ。俺、あ、僕、バカは大歓迎ですよ。バカこそ採用すべきですよ。バカはあんただろうと。はい。気持ちを楽にしてね。 えたい <laughs> バカアピールした方がいいんじゃねえかって言ってるねここでまあ結局どういうなんだろうこうどういう方針でいくかっていうのを貫けばいろんな選択肢ああいろんな,なんだろうな分岐にいくんですけどもまあこれ今質問1個投げ,られ投げかけられてますが基本的にはこういうね一番下の選択肢選んでいきます。たたくさんのバカに会えると思ったピョン ゲーム、ゲームが好きかなね。ゲームバカの方がもっと好きでおま。ね。はい。えっ、ー、と、こっちに関しては率直に言って僕きはバカだよーんとも、ね。短所ね。短所はバカだところですかね。はい。正直に。えっ、ー、と、電撃のようなバカが言いです。<laughs> 本当にしょうもない選択肢しかねえな。で、この最後に関しては、あ,あ ま、基本これ3で大丈夫です。質問は以上です。質問ありますかでこれに関してはね、どうして皆さんヒゲメ眼鏡なんですからこれにします。もう最後までバカな選択肢をね、貫き通すと。聞きたい。聞いてはいけないとは思いつつ、この衝動を抑えることはできねえよ。だって3人か、あ、面接官が3人ともひげ生やして眼鏡だぜ。偶然なわけないだろう。こんな偶然あってたまるか。 みんなももメガネもテイストがちょっとずつ違うねあれなんだよこの沈黙。ひょっとして俺ってまずいこと言っちまったの俺滑ってる君、小日向君って言ったっけはっきり聞く人はなかなかいないんだよ。君はなかなかはっきりした性格みたいだね。なら僕もはっきりと答えようじゃないか。エンターブレインはヒゲとメガネがなければ出世できない。それが決まりなんだ。 あの、目が良くてもですかそうだ。だってメガネがある。あの、ひげが薄くて生えない人は根性だよ。根性で生やすんだよ。<laughs> てか、明愛が左の人、付けひげだよね。あの、女性は付けひげだよ。何のためにこの世には付けひげがあると思ってるんだ 加藤編集長落ち着いて小日向くんそれではもう面接は終わりですから今のはほんの冗談だから気にしないでくださいね何言ってるんすか鳩川さん僕は冗談なんか言ってませんよ女は付け冷え出世したいなら冷え生やすしかないじゃないですか <laughs> やだこんな会社な,なんだこの異様なテンションの高さは鼻の穴をおっ広げ おっぴろげ、部屋中の酸素を吸い込む勢いの加藤編集長をなんとかなだめ人事部長は何事もなかったように笑顔で俺を見た今さら何事もなかったような顔されても今日はご苦労様でしたそれでは結果は1週間後に封書か電話で通達しますとりあえず面接はいい雰囲気で終了したと言えるだろう雰囲気的にはいい感じだったがちゃんと採用されんのかうん 君気に入ったよ。採用最後の質問に答えると加藤編集長がいきなり椅子を倒す勢いで立ち上がった。何やらひどく興奮しているようだ。君みたいにバカを貫ける若者の僕は探していたんだよ。やっぱりこの人は無類のバカ好きだったんだ。よかった。俺の読みに間違いはなかった。加藤編集長この人は真面目っぽいね。真面目を貫いてるね、この人は。 鳩川さん、こうなると止められませんよ。どんな立場で。相沢編集長ふふ。二 <laughs> 人は鳩が豆鉄砲を食らったような顔をしているが、どうやら俺の採用は決まったようだ。加藤編集長に気に入られたおかげで、俺はファミ通編集部への採用が確定したのだ。やったぜ。 バカタールの部下になるのかな、そうなると。それじゃあ、進行の印に、この赤ペンで僕にバカなことをしてくれたまえ。<laughs> 赤いところ書いても意味ないね、そしたら。なんだよ、それ。採用になったのはいいけどよ。そんなことまですんのかよ。喜んで。しかし、ここで断こったらバカでないことがバレてしまう。あくまで俺はバカでなければならないのだ。あははは、嬉しそう。 俺は加藤編集長の右の鼻の穴に差し出された赤ペンを思い切り突っ込んだ。目は嫌だ、何痛いよ、痛くて気持ちいいよ、小日向くん。痛気持ちいいよ、めっちゃ鼻血出てない。ああ、なくなった。加藤編集長はかなり痛かったが、それはそれで嬉しそうに俺に握手を求めてきた。俺は鼻に赤ペンを刺した加藤編集長と熱い拍手を、熱、握手を交わした。<laughs> 刺してるように見えないけどね。 赤ペンだったので分かりにくかったが赤ペンは鼻血でさらに赤く染まっていたようだった。やっぱ鼻血出てたよね。バイトの面接も軽く受かっちまったし、世の中って結構ちょろいよな。そんなことを考えながら駅に向かっていると。おい、コヒーナタ君と声をかけられた。振り向くとそこにはさっき面接にいたアイザー編集長が立っていた。偶然なのかビルの影に隠れるように立っている。 その姿が何とも言えないオーラを醸し出していて、このまま駅にダッシュすることができなくなっていた。いや、逃げる必要もないんだけどさ、なんとなくな。あ、さっきはどうもありがとうございました。ここは一応挨拶しとくか。部署は違くても上司になるのは変わらないからな。仲良くなって仕事帰り、高級寿司,高級寿司屋とかに飲みに誘われたりとかな。 やはり、君はバカじゃないな <laughs> え。えな、何言ってるんですかぼ、簿記はバカだよや、やっべえ、そうだよ。俺バカだから採用されたんじゃん。演技はもうしなくていいよ。君に話がある。こっちへ来てくれ。な、なんでわかったんだ。そういうと、アイザーさんは俺の返事を待たないで、そのままビルの裏へと消えてしまった <laughs>。そのまま追っかけないでいったらどうするんだろうね。 俺はこのままを無視をして逃げ出すことも可能だったが、そのままおとなしく相沢さんの後ろについていったもう一度確認する君はバカなふりをしていたが実際それは演技だったなここでまたバカを演じることも可能だが相沢さんの俺を見る目が全てを見透かしているような強い光を浴びていて帯びていてか 編集長という座についているものの気迫を、俺は正面から受け止めなければならなかった。これはもうごまかしきは聞かない。すみません。どうしても面接にうたりたく受かりたくて、俺。バイトは真面目にやるつもりです。だからどうか不採用だけは。ああ、そのことを気にしているのか。違う。君のバカが最初から演技だと気づいていたからな。えじゃあなんで なぜ採用することを止めなかったかどうしてだと思う思わせぶりに相沢さんが俺に問いかけてくるはっきり言って全くわからないどうしてなんだあのどうしてなんですか率直に言おうか君に協力してほしいことがあるこれは僕の一個人的な問題だが社に関わる重要な重大な問題なんだだが社に関わることだからこそ 内部の者のにこの話は一切できない。会社に関わる一個人の問題何のことだか想像もできないぞ。一週間後に採用通知が届くだろう。僕の頼みを聞く気があるなら、その採用通知を受けるといい。しかし僕の話を聞く気がないなら断るんだ。いいな。そう言い残すと、相沢さんはそのまま帰っていった。 俺は何も言えずにしばらくその場に立っていたが、回れ右をして駅に向かい、何とも言えない気持ちで家路に着いた。なんだろうね。言えないのに採用されるっていうその矛盾。そしてあのエンターブレインの面接からちょうど一週間経った今日、相沢さんが言っていたように俺のファミ通編集部採用通知が届いた。これで相沢さんが言っていたことの真実味がぐんと上がった。 さあ、どうしよう。このまま採用を受けたら、なんとなく危ないアイザーさんの頼みを聞かなくてはならなくなる。断ってしまおうか。いや、でもせっかく受かったんだし。ああ、どうしたらいいんだ。そう。バイトをするバイトはしないとね。せっかく受かったバイトだ。案外俺の演技を買って、アイザーさんが俺を気に入ってくれた可能性もある。きっとアイザーさんはテレアだから、あんな威嚇するような言い方しかできなかったんだ。 よ、きっと。ともかくここで採用通知を受けないのは逃げたみたいで悔しい。何が何でも言ってやろうじゃないか、エンターブレイン。<laughs> マジでなんだろうね。また来ました。不調子彼女。 そして採用通知に記載されていた日に俺は再びエンターブレインのビルにいた。受付で名前を言うと、ホールでしばらく待たされて迎えに来たのはあの相沢さんだった。そのまま後についてくるように促され、ついていった先が小さな会議室だった。さて、今日ここに来たということは、あの日の頼みを聞いてくれると思っていいんだね。それは確認しているようだが、 はっきり言ってその迫力は絶対にノーとは言わせてくれない。は、はい。でも俺何をしたらいいんですか詳しい話は何もなかったですよね。ああ、今詳しく話そう。これはとても頭の痛い問題なんだよ。なんだろう。話を振った途端に相沢さんが頭を抱えた。そんなに重大な問題が起こっているのだろうか。一体どんな問題なんですか なくなってしまうんだよ。なくなるなくなるってどういう意味だもう、もしかしたら紙隠しかいや、それだったらいなくなるだろう。じゃあもしかして重要書類とかがなくなるとか毎回毎回なんだ。あれがなくなると業務に支障が出るんだ。君にはその犯人を探してもらいたい。なるほど、だから社内では言えないのか。ゲーム雑誌の業務に支障。 これは企業スパイというやつだな。俺はその犯人を華麗に捕まえる社内探偵ってところかなんかかっこいいぞ。ただのバイトかと思ったらナイスサスペンスだ。それは大変ですね。おお、分かってくれるか。はい、見事犯人を捕まえてみせますよ。頼もしいな。俺ってなんかかっこいいこと言ってる。 しかもここで犯人を捕まえれば企業スパイを捕まえた大学生ってことでニュースになって一躍テレビスタートか。もしかしてスカウトが来て俳優デビューってこともありえるんじゃないかこれは張り切らないとな。これで僕も安心して仕事に打ち込める。それじゃあ、肉気まんじゅう泥棒を探し頼んだよ。まんじゅうはいって、まんじゅう泥棒ああ。 僕の買い置きを毎回毎回かっさらっていく不届き者だ。え企業スパイとか。企業スパイ何を言ってるんだ君。君に探してほしいのは饅頭、ま、泥棒だよ。思い出しただけでも腹が立つね。冗談で言ってるのだろうと思ったが、相沢さんの目は、それはもうマジだった。饅、ま、頭だけであんな目をできる奴は、 今まで見たことがないえっとそのまんじゅうってどんな急にテンションが下がった俺はともかく相沢さんに質問してみたあの有名な京都宇野レンの五色ガエルまんじゅうだよあのうのうのの五色ガエルまんじゅうごめんわかんないわ俺 いや、そこまで力まなくてもいい気がするのだが。唾がこっちにまで飛んできそうな勢いだ。そんなに貴重なものなのだろうか。しかもこの前は、社に関わる重大な問題とか言ってなかったかもしかしてまともに見えたファミツー PS 編集長も、実は負けず劣らずの馬鹿なのか。僕の大好物があの饅頭だということは、編集部の誰もが知っているんだ。それなのに数ヶ月前から、いつも棚に置いてある饅頭が消えているんだ。 つまり誰かが僕の饅頭を食っているわけだ。これはイマイマしき事態だ。なんか饅頭ってあんまり好き好んで食べないんですけど、そんなに美味しい饅頭ならちょっと食べてみたいね。アイザーさんの饅頭が消えるとどうしてエンターブレインに害が出るのか。全くもってさっぱりわからないが、アイザーさんの本気はひしひしと伝わってくる。きっとここで断ろうもんなら首を絞め殺されかねない。ここは穏便に。 ことをうやむやにしてしまうのが一番だな。じゃあ俺は一日中相沢さんのカエルまんじゅうを見張っていればいいんですね。任してください。いや、一日中見張ってるのは無理だろう。うえじゃあどうしろって言うんですかもう犯人はわかっているんだ。えそれだったら直接訴えたらどうですか いや、犯人なのは分かっているんだが、なかなか証拠をつかませてくれなくてね。僕も自分で証拠をつかんでやろうと思っているんだが、最近は海外出張も多くてね、それもできないんだよ。アイザーさんは誰が犯人だと思っているんですか君も知っているよ。<laughs> 絶対バカタールでしょ。俺が知ってるって。まだ部署にも行ってない俺が知ってる人ってまさか。 あれああ加藤編集長だふふっびっくりしてる <laughs> こ,<っか> <laughs> ここからああこっから変わるんだしかもこのうわ犯人は誰だいいねなんかオールスター感でしたね今 会議室で衝撃的な話を聞き、相沢編集長からファミ通 p s についての軽い説明を受けた。饅頭の保管場所や、俺の仕事についての話だ。君は社員に知られないように犯人を突き止めてくれ。本当は見張り専用にしてあげたいところだが、そうもいかない。しばらくはギャルソン、ギャルソン屋根城くん、屋城くんの下について、働いてもらいながら、という形になる。 もちろん給料はしっかり出るから安心してくれ。そりゃ働くんだから給料をもらうのは当たり前だ。特別手当とかないのかよ。そう思ったのが伝わったのか、それとも偶然か。アイザ編集長はこう付け足した。そうそう。見事加藤の悪事を暴いた時は、私個人から特別手当を出させてもらうよ。それじゃ仕事もしっかり頼むよ。はい。そうは返したものの、 なんだかバカらしくなってきたな。でも、加藤編集長が犯人だって証拠をつかめば特別手当だ。もしかしてまだ発売前の新作ゲームをくれるのかそれともマニアが喜ぶプレミアディスクとかいや、こういうとこういう場合は金一風が妥当だろうな。それもまたいい。それにしても、ギャルソンヤシロってのは変な名前だな。ドイツだ。 あのさ、とにかくこっちに迷惑だけゃけないだよね。余計な作業増えるのは勘弁だからさ。むかなんだこいつ。嫌なやつだな、おい。とりあえずギャルソンやしろという編集者の手伝いをすることになった。しかも最初のうちは席も用意されず、空いているスペースで作業しなくてはいけないらしい。 なんだよ。まんじゅうを見張って加藤編集長の悪事を暴く大事な役目を任された俺に対する待遇がこれかやってらんねえな。だいたいゲームの編集部なんだから、アイザー編集長の頼みがなかったら、ゲームだけやっていればいい。楽で快適な職場だと思っていたが、なんだか雲行きが怪しくなってきた。こんなはずじゃねえだろ。ファミ通 PS 編集部での最初のはがきは仕事は、 読者から送られてくるはがきの整理だったコーナーごとに分けたりアンケートの集計をしたりと延々と続く単純作業でこれが実に面倒くさい大体だいだい字の汚いやつが多すぎるだろうそういう俺だってお世辞にも達筆とは言い難いがそれでも判別できないほどじゃあないもっと読める字で書いてこいっつうんだよ 早くもこの単調な仕事を飽き始めていたから、ミミズがのたうち回ったようなバッチリ字を見ると怒りが増幅され、イライラして仕方がない。自然とペースは下がる一方で、夜の9時を回ってもまだ整理し終わらなかった。一応唯一の入り口とアイザー編集長のカエルまんじゅうが置いてある方はちらちら確認していたが、それが俺の集中力を散漫にした原因でもあるだろう。仕事は遅くなる一方だった。 あまりに遅い仕事ぶりにしびれを切らしたのか、ギャルソンやしろが文句を言ってきた。おいおい、あれだけの量でどうしてそんなに時間がかかるんだよ。早く終わらせてくれないと、こっちの仕事が済まないから、とっとと片付けてくれ。すいません、と一応謝ったが、そいつの次の一言が気に障った。最初だからしょうがないかもしれないけど、ずっとそんな調子だったら。 いつまでたっても編集者に昇格できねえぞ忠告のつもりだったかもしれないがただでさえクソつまらない作業で気分が腐っていたのでとにかくムカついていたクソこっちにしてみればこれでも一生懸命やってるのにねぎらいの言葉をかけるでもなく文句だけ言い残して去っていくその背中にええ投げつけてやろうぜ 近くにあったファミツーピースを投げつけてやったが手元が狂って遠くに投げてしまったうわなんだこれは痛そうに聞こえないか十分驚いたような声しかもこの声は相沢編集長だああああ,あ初めて違うアングルを見たけど髪の毛こんなに生えてたっけおい今これ投げたの誰だ声はあくまで静かに しかし相当な威圧感を込めて。まずいな。確実に怒っている。やばいぞ。どうしようか。や、ばい、謝るしかないよ。すみませんでした。俺はとっさに立ち上がると。すぐに相沢編集長のデスクに駆け寄り、勢いよく頭を下げた。ここはともかくひたすら謝り倒すしかない。お前か。 素直にに謝りに来た行為は認めよう。だが、許すのは一回きりだぞ。何に腹が立ったのかは知らないが、物に当たるのはよくないことだ。俺の筆者さが伝わったのか、相沢編集長はあっさり許してくれた。ほっ、人間、素直が一番だな。そう思う俺の目に変なものが見えたえ。それは相沢編集長のデスクに置いてある書類だった。 ここには大きな赤い文字で「却下」の文字が見えた何の書類だろうもう席に戻っていいぞあはい作業は終電に間に合うギリギリの時間で終わり何とか無事に帰宅することができたそれにしても初日から何とも幸先が悪い ゲームは一分たりともできないし、仕事といえばハガキ整理と電話番。しかもいきなり遅いと怒られた。なんだよ、話と違うじゃん。こんな仕事やってられっかよ、まったく。いやいや、まだ初日じゃねえか。これからどんどん慣れていくんだって。さすがに俺も甘かった。明日になればゲーム三昧。間違いない。ついでに加藤編集長もうっかり尻尾を出したりして、早くも金一風だ。気を取り直して明日から頑張るぜ。 がんばれ。犯人見つかんのかね、このペースで。<laughs> 大丈夫かな来る日も来る日もはがき整理と電話番。さすがに同じ作業の繰り返しだから慣れてきたので、遅いと怒られることはなくなった。ちなみに俺がバイトとして入ってから、まんじゅうがなくなる事件は起きていない。なんせ珍しいものとかで、そのまんじゅう自体が相沢編集長の手元にないからだ。 その間にもファミ通とファミ通 PS の間で、親睦会とかが行われて、いろいろな人とも仲良くなってバイトできてよかったかもなぁと思うこともあるけれど、いつゲーム遊ばせてくれんだよ。<laughs> まだゲーム遊んでないんだね。俺はゲームやりに来たんだよ。それがなんだ。あまりに単調な日々にいい加減うんざりしてきた。いや、初日,初日からすでにうんざりはしていたのだが、初日のうんざりが某 RPG でいうスライム級だとすると、 今日のうんざりはもはやラスボス級だ。ああ、ダメだ。集中できねえ。こんな時は、コーヒー中庭。いや、仕事しよう。これは社畜。中庭で手休みしよう。うわ、綺麗な中庭だね。ここは落ち着きそうだ。あの、石の上とかで座って、やっぱコーヒー飲みたいな。昼を過ぎた中庭には人影もなくて静かだった。 車内イベントがあるとよくここが使われるらしい。芝に横になっているとポカポカの日差しのせいか。ひどく眠くなってきた。やべえ、気持ちよすぎ。このまま寝ちまうか。って、そんなわけにいかねえよ。俺は腹筋で起き上がると、あ、パンパン、パンパンとなんとかした。すると目の前の受付の美女、目の前を受付の美女二人が何やら喋りながら歩いている。 さらしなりか、大変よね。緑川、ファミ通の編集長さんでしたっけまだ打ち合わせでしょ朝からじゃない。確か昨日もそうだったわね。そうなの。しかも明日もそうらしいわ。ゲームの編集長って大変なのね。ファミ通 PS の編集長さんは3日後に海外出張ですって。 どうやら編集長たちの話をしているみたいだ。そうか、加藤編集長。今日は一日打ち合わせ付けか。そうなるとまんじゅうの心配はしなくてよさそうだな。それに、相沢編集長も出張か。しゃあもう事件起こんないんじゃねおい、西浦。はい、何ですか、編集長。 三日後の海外出張、お前も同行になったから。ええ、そんな急に。おサイコロがお前をご指名だ。頑張れよ。そ、そんな。いい加減そのサイコロで決定するのやめませんか。何を言うか。伝統の才のめ振りを行っているからこそ、この雑誌は多くの読者の指示を得てるんだぞ。 サイコロを舐めてはいかん。それだったらもっと早くサイコロを振って決定してくださいよ。大丈夫だ。お前先月もアメリカに行っているから <laughs>、パスポートの心配はないだろ。先月もアメリカ行ったの。すごいね。そうですけど、哀れな編集者の声を聞きながら俺は、はがきをパラパラと整理して、何か面白いことはないかなとブツブツ言っていたら、 とある投稿ハガキが目についた。サンフランシスコ山様、カッパ探索シリーズ面白いです。早く次の探検機が読みたいです。頑張ってください。なんだこれ。サンフランシスコ山聞いたことあるぞ。いわゆるファンレターというやつだ。拙い文章だが、送り主は20歳。女性とある。でも何かがおかしい。と、俺はその違和感の正体をすぐにつかむことができた。 なんだよ、これ。PS 宛てじゃなくてファミツー宛ての手紙じゃないか。多分分けるときに間違えたんだな。よく見てみると、間違えて紛れ込んだハガキが何枚かある。数が多すぎて間違って届くのもあるわけか。そういえばここ、ファミツー PS の相沢編集長やギャルソンやしろにも同様のハガキが何通も来ていたな。ファミツー、ファミツー PS の編集者ともなると、 ファンレターまでもらえるらしい。しかも人気コーナーを打つと個別のファンまでつくらしい。もうインフルエンサーですね。まるで芸能人じゃん。いいじゃん、ファンレターももらえる人生。はぁ、あ、こんなところで腐ってても仕方ね。ハーきでも届けに行くか行く。確かファミ通編集部には美人編集者がいるはずだよな。運が良かったら会えるかもな。 親睦会とかでは仲良くなったかもしれないって思っているが、案外忘れられてたりするからな。もしかしたらわざわざハガキを届けに来た俺のことを、まあなんて気が急バイトくんなのあなたの名前はとか言って仲良くなれたりして、よし、これは行く。行くしかないな。俺はそう決めるとさっさとハガキをまとめて、ファミ通編集部へと向かった。同じフロア内だから移動も楽ちんだ。 さて、誰かいないかなと、美人編集者の姿を探したが、残念なことに残っていたのは男ばかりだった。ちっ、ついてないぜ。俺はそのまま本ミツ PS 編集部に戻ることにした。昨日もハガキと電話番、雑用で一日が終わり、今日も変化がないのかと思われたが、 朝市で取材に出ていたアイザー編集長が帰ってくると、俺をデスクに呼んだ。小日向、そういえばお前に現物を見せていなかったと思ってな。現物もしかしてついに俺も新作ゲームができるのかこれが今日届いた、なんだっけ、ウノレンの五色ガエルまんじゅうだ。合ってたっけ、ウノレンで。ほう。 そう言って、いそいそと開けられた蓋の下には、綺麗に並んだ5色のカエルまんじゅうがあった。色は赤、白、黒。ん赤、白、黄、緑、黒でかわいい。ポップなカエルとはほど遠い。結構リアル系のカエルだった。これだったらもっとかわいいモチーフを使ってもいい気がするのだが、正直カエルじゃ食べる気がしない。どうだ、見事だろう。中身はこの赤いのがイチゴ。緑のが抹茶。黒はもちろん黒ごま。黄色が栗。 白が白あんだ。あ、はあ。あまり興味を示してない俺を前にしても、アイザ編集長の講釈は止まらない。よほどこれがお気に入りのようだ。なんか、そうやって言われるとなんか美味しそうに見えてきたな。この他にもカエル饅頭は茶色で、中身がしあん、つぶあんや、期間限定紫カエルという、紫芋を使用したものなど、バリエーションが豊富だが美味しそうだな、紫芋。あの、ベニーモタルトが好きなんですよね、僕、沖縄の。 あれはうまいよねどれも手作りにこだわるためになかなか手に入りにくいんだどれもうまかったがやはり私の一押しはこの5ショックのカエルまんじゅうだなこれ以外のまんじゅうはもう食えないよあ食えないよって感じか力強い熱弁きっとこんな情熱を雑誌作りに向けているんだろう前向きだないい加減飽きてきたから早く終わってほしい そう思いながらそらした視線の先には五色饅頭とは違う饅頭を見つけたこっちは何ですかああそっちは編集部のみんなへのおやつ用だよ私はとあるつてでうのれんから通販ができる数少ない客だからね力むの彼らの癒しになってくれればといつも買っておくんだよそうなんですか優しいですね これくらいはしてもいいだろう。だが5色のカエル饅頭は私のだ。これは絶対数が少なくてね。そうなんだ。よく見ると部会用だという箱は3箱。そして自分用だという箱も開いていたひと1箱を入れて3箱あった。どうやら自分用は予備ということらしい。すごいいっぱい買ってんな。それから延々と続く饅頭講釈から解放されたのは何十分も経ってからだった。饅頭怖い。 ああ、きつかった。俺は机に散らばったはがきの上に状態を投げ出すと、思わず本音が口からポロリと出てしまった。大変そうね。あ、吉池さん。